新型コロナウイルスについて県と奈良市はきょう新たに85人の感染が確認されたと発表しました1日に確認される新規感染者の数は3日連続で過去最多となっています新たに感染が確認されたのは実0歳未満の児童を含む80代までの男女合わせて85人です このうち重症・中等症はそれぞれ1人でその他は軽症または無症状です一日の新規感染者の数はこれまでで最も多かった昨日の79人を超え3日連続で過去最多を更新することになりました居住地別では奈良市が24人天理市が13人柏市が10人などとなっています また県庁の長寿福祉人材確保対策課で発生したクラスターについて県は同じ会に勤務する職員の感染が新たに確認されたと発表しましたこのクラスターでの感染者の数は合わせて27人になりました県は引き続きクラスターが発生した会の全職員に PCR 検査の実施を進めています すぐに運用できる重症対応病床の使用率は23%、入院病床の使用率は62%で、宿泊療養室の使用率は75%となりました県内の感染者の数は累計で4183人、現在の感染者の数は568人です、このうち重症は7人で、亡くなった人の数は55人となっています。